はい、どうも皆さん、こんばんは。マー君でございます。本日もお夕飯作ってまいりたいと思います。本日のお夕飯、こちら食べます。業務スーパーのね、バーベキューソースと、これトップバリューのチキンナゲットなんですけど、このね、バーベキューソースがマクドナルドのチキンナゲットのバーベキューソースの味にそっくりなんだそうです。なのでちょっとこれをどのぐらい似てるのかちょっと食べてみようかなと思っております。で、まあこれだけじゃね、お夕飯ちょっと寂しいので、今日こちら買ってきました。メカジキ、100g 58円ですね。メカジキのハラミですね。これだと米ナスでちょっと炒め物をしたいなと思っております。とりあえずハイボール飲もう。メカジキのハラミ 100g 58円よ。これハラミっていうのが超レアなんだよ。あんまりないのよ、ハラだけのっていうのはさ。これハラのところがうめえんだ。まあそれ言ったと、今日メインはこっちだからね。これがメインよ。だけど夕飯チキンナゲットとさ、ご飯だけじゃさ、寂しいじゃん。さて、それでは三下の夕飯でございますよ。はい、ではまたね、頑張りましょう。ああ、おいしいね、おいしいね。まずこれ食うわ。業務スーパーバーベキューソース、マクドナルドのチキンナゲットのバーベキューソースにそっくりだそうです。これどうなってる？あ、中蓋ついてるから。ちょっともったいない。ああ、そういうこと。バーとかかけて、ではいただきたいと思います。いただきます。全く別物です。全然違うじゃんか、これ。全然違うものです、これ。あれ、なんで、でもそっくり、味がそっくりだとかってさ、なんか他の YouTube であったんだっけ、とか YouTube とか、なんインターネットで見たら。これは別物ですね、はい。マックのチキンナゲットのバーベキューソースを期待すると、まあがっかりすると思います。それでは気を取り直しまして、ナスとメカジキの炒め物いただきたいと思います。もうメカジキのハラミなんかね、もうトントロみたいだから、ほんと。ああ、ちょっと、いただきます。ああ。はい、抜群にうまいです。うん、この
バーベキューソースはちょっとがっかりだな。全然全然さ違うじゃん。よくこれでさそっくりだとか言うよな。なんかこの頃もさ一人がさなんかそっくりですそっくりだなんて騒ぎ出したらもうみんなさもう合わせてそっくりって言わなきゃみたいなさそういう風潮が嫌なんだよ。本当はこれで食べてなんかマックのチキンナゲットだみたいなさ感じでやる予定だったのよ。まあ、三日月のね炒め物は美味しかったですよ。脂が乗ってね、はあ、以上です。それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さようなら。